今日は、えっと、井上健太救い,たいシリーズ第2弾ととうこでで実演編です今めちゃめちゃドリブルスクールとかドリブル特化したチームとか流行ってて、まあ、SNS 映えするねまたぎとかあるんだけど、まあ、実際の試合でそんなまたぐことは使わないぞとアングル変えるだけで変わるぞっていうのを今日説明していきたいと思いますじゃあまずやっていくんだけどもともとの井上のドリブルのボールの置き位置まっすぐ置いてるっていうのをやっていきますこのトラップが縦 向いているから相手ディフェンダーがこのボールに対して寄せてくるといいよコースがえっ、ー、と外だけになっちゃうでいつもこのままスピードで勝負して寄せてきて寄せてきて選択肢がなくなってしまうで内側も切られてるから味方にも出せずに取られてしまうえっ、ー、とじゃあどうしたらいいかっていうことなんだけどボールを内側に置きます ボールを内側に置くとこれ縦だ縦に置いたけど内側に置くとまず選択肢が中も持てるで外も持てるディフェンダーとしては、えー、と両方警戒しなきゃいけなくなるとで目線的にもこう持ったことによって まあ見方も内側の見方も見やすくて縦もいけるとこれがまず1個目のポイント内側に置いて一番大事なのが縦にドリブルじゃなくてこれで内側にドリブルしていくで内側っていうのは目指す方向はゴールゴールにドリブルしていくとまあ相手ディフェンダーがいるからドリブルしづらいのは分かるんだけどディフェンダーの心理として向かってきたら止まりますそして下がります向かってったら距離を取るから絶対にこうやって 一定の距離を取られるとどっかのタイミングで奪いに来る奪いに来た時には縦,いけると縦にボールを置いた時と内側にボールを置いた時の違いでボールちょうだい縦に置いてここで勝負する時ってもうタッチラインまでの幅がめちゃめちゃ狭いだからフォワードとしては逃げるスペースがほとんどないんだけどこれを内側に行くと斜めに仕掛けることができるから相手と距離を取れると。 相手と距離が取れれば、クロスの時も相手の足に引っかかりにくい。プラス、あとは連携取る時とかも仕掛けていけば、中に使ってワンツーとかも使いやすいということです。じゃあ実際、内側にボールを持っていくとどうなるかっていうのをドリブル対決して見せていきたいと思います。内側に持つと、まあこんな感じで、相手ディフェンダーじゃなくて、 オフェンス側に主導権が持てると縦に置いた場合まあこんな感じで相手はめちゃめちゃ守りやすいとでエウベルとかマルコススペースが狭ければ狭いほど相手に向かってボールを置きますちょっと来いよ ちょっとじゃあ次 <laughs> もう一回行くぞ <laughs> じゃあラストもう一回 <laughs> あっ まあこんな感じで内側に置くだけで選択肢が広がるから駆け引きで優位になれるとボールを内側に持った時のアングルがこれ外側に持った時のアングルがこれもう右のアタッカーが外向いちゃうとセンターフォワードすら見えないと、まあ、こうやってセンターフォワードトップ下が見えるようにしてちょっと首振ればトップ下ボランチが見える 1、内側にドリブルしていけば、右サイドバックの上がるスペース、こっち確保できるんで、そういった意味でも、まあ内側に向かっていくことがいいということです。まあということで、まあ前回井上健太のドリブルのコース取りについてね、動画出したんだけど、まあ実演してみるとこんな感じになると、まあ、本当に縦に置くか内側に置くかだけで全然視野が変わるし、相手との駆け引きの優位性も変わってくるので、まあこれを意識してくれると、めちゃめちゃ相手からすると嫌なアタッカーになるということです。はい、それでは今回の動画はこれで以上になります。最後まで見てくれてありがとうございました。 ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。